We are Uri. はい、では実際に、カーペット2を走っているところを、解説してみたいと思います、はい、こちらの画面ではリプレイ始まっています。はい、スタート。コーナー、右コーナーですが、この後、この部分はできるだけコンパクトに回って大きく高速コーナー疾走感がないように、こちらは右セクションもコンパクトに回って白線のあたりでオフしてもうパワーオン、そして向きを変えて高速コーナーを曲がる、そして、右ハンドル、やはり疾走感ないように曲がってコンパクトに曲がって高速コーナーで、ストレートエンドは左コーナー右コーナータイミングよく加速してください。はい、はい、左コーナーからコンパクトに切り返す、そして2フィールド白線のところでオフしてオン、そして高速コーナーはコンパクトに、はい、切り返し、白線のところでオフしてコンパクトに曲がって高速コーナー、なるべくなだらかに疾走感のないようにしてコンパクトに曲がって、白線のところでオフ、これ重要です。コンパクトに曲がって高速コーナーできるだけなだらかに、はい、切り返し、右コーナー、白線のところでオフしてコンパクトに曲がって高速コーナー、はい、このリズムよく回ります。白線のところでオフしてすぐパワーオン、高速コーナーはなだらかに、はい、はい、左コーナー前まで使って白線のところでオフしてすぐに高速コーナーを曲がってで外側辺まで行ってタイリズムよく、はい、実際に自分のリプレイを見ながら走らせています。プロポの動きなんかを参考になると幸いです。はい、白線のところでオフしてすぐにオン、高速コーナーはできるだけ滑らかに、ストレートエンドは左右、白線のところでオン、すぐにオン、オン、高速コーナーをコンパクトに曲がりながら白線のところまで、はい、この白線がポイントになりますね、このコース、はい、白線でオン、すぐにオン、高速コーナーができるだけ大きく曲がって白線のところでオフ、すぐにオン、この白線がね、ポイントになりますね、白線のところでオフ、オン、そして高速コーナー、今度裏ストレートもオフ、ここですぐにオン、はい、この繰り返しになります。はい、オン、高速コーナーできるだけコンパクトに回って白線でオフ、この時ね、怖がらず勇気持ってパワーオフ、すぐにパワーオン、パワーオン、自分のタイミングのズレはよくわかりますね。オフしてすぐに左コーナー右コーナーで白線もオフ、すぐに切り返してパワーを白線のところでオフしてコンパクトに回って、左コーナー白線のところでオフしてコンパクトに回って左コーナーコンパクトに、はい、自分で自分のリプレイを見ながら走らせてみたらズレが大体わかりますね。自分の失敗がよくわかると思います、白線のところでオフしてオン、ここ一歩は一歩ね、タイミング遅れてますね。線のところでオフしてオン、はい、リズム狂ってますね。はい、白線のところでオフしてオン、線のところでオフしてオン、コンパクトに曲がって高速コーナー、線のところでオフしてオン、ここ切り返しのところ失敗してますね。線でオフ、オン、オンして右コーナー、線のところでオフして右コーナー、できるだけ早くスロットルを引いて、
ちょっとプッシュアンダーを出すと見えるんですね。オフしてオン。ストックはとにかくね、全開時間が長い方が早いんで、すぐにオン、オン。セーブができるだけ滑らかに、この繰り返しになります。はい、これで5分間終了しました。私のリプレイを見ながら、実際に走っていました。